油バリは、倉川の東岸に位置するトビリシ旧市街の一つである。11世紀から13世紀に残された記録によると、油バリは、イサニとして知られていた。今日では、油バリは、トビリシの中でも、比較的広大な地域であり、トビリシでも、流行の場所となっている。また、ジェントリフィケーションが進んでいる地域でもある。油バリの名前の由来は二通りあり、 ジョージア語でヒーズル平原を意味する、アベラバリから来ている説、アルメニア語で宮殿の周囲にある地域を意味する、言葉から来ている説がある。また確証はされていないが、アラビア語の城壁の裏にある集落の意味を持つ、アブレバーから来ているという説もある。なお、アブラバリという名前はグルジア語版ウィキペディアによると、14世紀に確立した名前である、可能性が高いという。 歴史ある地区であり、倉川の砂岸にある伊佐ニ島の廃墟など様々な歴史的建造物が存在する。1900年のワイン通りの様子、アブラバリには歴代ジョージア王が代々住んでいた宮殿があった。バシアンの戦いが勃発した時に、その宮殿からはタマル女王が派遣した戦士が戦場に向かった。アブラバリは長く飛びりしのアルメニア人街の中心として知られていた。 アルメニアンパンテオンはアブラバリにある。最近までアブラバリは大量のアルメニア人が居住していたが、最近はその数も少なくなっている。アブラバリ地区にある教会は以下の通り、トビリシ地下鉄のアブラバリ駅がある。ウィキメディアコモンズにはアブラバリに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。